ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきますぞ。前回はいい加減うるさい炎将軍へ反撃へ出たところまで。長い長い牧羊での防衛戦の結果、無能殿はかなりの兵を失いましたぞ。ほんとバカみたいに攻めてくれたよな。でも、北海を取って甲賀を越えたらもう終わりが見えてくるはず。そうですな、無能殿の本拠地城を攻略したらおしまいでしょうな。となれば、さっさと渡ってしまうか。そうですな、早くなんかしたいですからな。孫権軍もいい加減うるさいからな。孫権軍はそこそこ兵を抱えてる。我が軍が攻めない限り年も減りませんしな。曹操軍もな。慶州での戦いも消耗戦だけという感じですからな。まあ、こういうのを潰してたまにガス抜きしないと。受信には士官騎兄弟組がいるから何も心配ないですぞ。足りない兵も運搬してるから問題なし。あとは北海組を再編成してまずは平原かな。そうですな、いきなり城は少し危険ですぞ。甲賀北岸に橋頭保を作らないと。どうした？関羽と張飛は牧羊に送ったので、残りの双剣義兄弟組と各将で北海を目指す。何の問題もない編成ですな。出陣だ。こんな状況でも攻めてくるのですな。ほんと恐ろしい勢力だよ。観光と心配などは士気もボロボロなのですぞ。訓練くれーしろよと。北が騒がしくなる前に南を片付けておく。やらせねえ。三越武将を瞬殺。次は集大ですな。捕まえたらこの傷はどこでも傷か説明してあげたいな。ほとんど我が軍がつけた傷でしょうからな。で、話してる間に換気を投用した。換気は換気でも、キングダムで活躍中の換気が欲しいですぞ。今確認してみたら春秋戦国時代の武将は結構追加されてたけど換気はいなかった。微妙なところが結構追加されていたのにですぞ。そこあたりは選んだ側のセンスだからな。南はほぼ片付いたから北を。いい感じに牧羊に引きつけましたな。ここで殲滅できたらかなり楽になるからな。ホドコン投用成功。異民族系をどんどん投用できれば戦力強化できますぞ。異民族どもで一次兄弟組めるかもだしな。官僚はいらん。まだ早いですな。観光は逃げ出しましたか。情けないやつね。平原側では迎撃されていましたぞ。その前に官僚か。重傷になるほど酷使されているのですな。炎将軍は大変だ。あと平原で捕まえた連中の投用を。鐘楼を大守にしているので一人も逃さない。監守で国会に監禁ですぞ。で、平原からの部隊は上陸後に襲撃する。水上ではまだ分が悪いですぞ。全然成功しない。古中戦投用成功。異民族シリーズが揃っていきますぞ。必ずや、役に立ちましょう。これで奉仕民族が3人揃いましたな。どこかの防衛用に使えるな。後世にもですぞ。水耕も持ってるからな。勝負拒絶派。あとは神事だな。到着しました。誰が返すか。これで平原の城兵が、と思いましたが、結構いますな。そして、観光に続き観策が成人。残念ですがまたですな。粘る連中は粘るな。と言っていたら検証の投用に成功ですぞ。あいつ、使える陣形水耕しかなかった気が。水耕持ちが少なめですからありがたい気もしますぞ。そう言われればそうか。炎光さんのやらかしだな。尺のために一撃希望ですぞ。震えてないで出てこい。いざ尋常に勝負です。よし、一撃。当然の結果ですな。しかし、どんどん後ろから輸送されてくるから城兵が増えていくんだよな。逆に考えれば後ろの兵は少なくなっていると。そうか、前線を抜いてしまえば楽になるかもか。そういうことですな。すっかり忘れかけていた。
観察の追放ですな。どこかで悲観して飯食っていけよう。観光も情報もきちんと悲観できているので心配ないですぞ。後の心配は平原から迎撃があるか。輸送隊が列をなしていますな。少ないけど集まればだからな。純粋に投与成功。あとは再演だけかな。あとは成果ぶりばかりですぞ。じゃあさっさと平原攻略して投与できる武将を探すか。で、こんな状況なのに援軍ではなく攻める炎将軍。平原の救援ではないのがすごいですぞ。それも文州より観光が優遇されてるのも意味不明。不思議なことですな。皆の力、この劉備に貸してくれ。第2形態、上皮がオラついてる。あの炎症軍を殲滅できればかなり楽になりそうですな。最終形態、平原攻略戦は盛り上がらず。炎症軍の本気を感じませんからな。平原攻略、物量で勝ち始めると問題なくなるのが困りますな。あの大変な防衛戦の頃が懐かしい。これは一番嬉しい地の利。自動占領の範囲拡大は嬉しいですぞ。捕虜は何人だ。パッと見将棋水とトートンの育てるかな。そうですな、戦友も長も友も余もダメですからな。徒用できて3人だけか。増えるだけ喜びたいところですぞ。そうだよな、今後全員ダメとか出てくるかもだし。使える性が埋まりだしたらそうなりますぞ。まあ一発は無理と。再演はまだ粘ってるし、中途半端なタイミングだけど武将チェック。勘違いや間違いなどがあるかもですからな。もう把握できてないから。問題なさそうですぞ。一応確認したら行動優さんは行動さんだったから問題なし。三文字名前の方々はどこまでが名字かわかりづらいのがな。全く関係ないせいだと助かるのですが。そこな。前と層が被ってるように見えるんだよな。見ていると少し驚きますぞ。保湿とホドコンがどうなのかはわかんなかった。わからないはセーフですぞ。勝手にそう思っておく。再演もようやく投与成功。かなりかかりましたな。完投与成功。異民族が増えますな。ちょっと準備に時間がかかってる。なんだかんだで炎症軍の動きが活発なのですぞ。攻められるまでおとなしくしてろと。攻めてくれる分には助かる気もしますぞ。そうだけど計画が狂うから嫌なんだよな。投与できないやつはさっさと帰れ。まだ来るか。今日の守りを考え抜強攻策ですな。ありがたいんだかなんなんだか心配です。また捕まえた。投与できないので迷惑なのですぞ。補給船がやられた。観光撃破ですぞ。お前も捕まるな。投与できない奴らばかり捕まえますぞ。あとは群衆の上陸を待って迎撃する。関羽と張飛が反応しましたぞ。ちょっと指示出したの忘れてた。群衆撃破。これで戦区武将を撃破すれば今日は攻める前に終わりそうですぞ。水上での戦いはこちらが有利。異民族武将は船がしょぼいですからな。水上に強い民族とかいたら怖かったかも。水族的なのですな。まあ族だから討伐されて終わりそうだけど。真っ先に滅ぼしたい族でしょうからな。間違いなく邪魔くさいだろうな。
が粘る。戦備部衝撃波ですぞ。祭祀の輸送隊がついても徴兵は1万程度か。寝てた方が良かったと思うけど。攻略準備を進めている間にロイク投用成功。かなりの人数を投入した時に限り最初の人が投用するというあるあるですな。中止する人の報告がうざすぎる。領に隣接する負を全て占領したので、領へ総攻撃開始ですぞ。お喜びください。拡張も取り付いたからあとは落ちるのを待つだけ。落ちろす。第二形態、甲状腺に至るまでが一番大変。そうですな、取り付いたら終わりという悲しさですぞ。最終形態、拡張が頑張りすぎ。20日かからずに行を攻略。無能殿の本拠地だというのに情けないですぞ。まあ、炎章さんだからな。で、捕まえた武将は13人だけど、ここで関西がいけるかどうかわからなくなりましたぞ。関という勢が増えすぎなんだよな。どの関がいるかわからなくなっていますからな。あとは君縁と石器で、放棄がいけますな。一番下に老藩がいた。異民族シリーズですな。一応わかる範囲で投与を。関西は少し悩んだけど、疑わしきは投与せずですぞ。忠誠度100だったから下としても投与できなかったけど、あとは雇用にするしか価値がない武将たちですぞ。そういうことだな。というわけで、甲賀を渡り平原、領と攻略したところで今回はここまで。次も見てほしいですぞ。